チャールトンアスレティックフットボールクラブは、イングランドロンドン南東のグリニッチロンドン特別区のチャールトンに本拠地を置くプロサッカークラブ。同地域内には、ザオにも存在する。一時期、サントス・アレサンドロの獲得に動いたこともある。2008から09シーズンにチャンピオンシップで再開となり、降格、2009から10シーズンは3部にあたるリーグ1に属した。 2011から12シーズンにリーグ1で優勝し、2012から13シーズンにチャンピオンシップに復帰した。ザ・バレー・ザ・バレー・スタジアムはチャールトン・アスレティックのために建設されたスタジアムであり、長い間ロンドンで最大のスタジアムでもあった。その歴史は1919 19年に遡る。当時安定したホームグラウンドを獲得することができずに、 あちこちのスタジアムを点々と渡り歩いていたチャールトンはチャールトンビレッジの中心部にあった廃校にスタジアムを建設することを目論んだ。しかしクラブはスタジアム建設費用を捻出することができなかった。そこで立ち上がったのがクラブのサポーターたちである。彼らはボランティアで廃校を埋め、あるいは掘り起こしてグラウンドの形に成形し余った土砂を周囲に積み上げてスタンドとした。 ザ・バレエの名前の由来は、スタジアムが建設される以前の廃坑が峡谷のように見えたからである。1984年、クラブが破産した時には、サポーターたちの設立した投資組合がクラブを買収。しかしながらこの組合は、ザ・バレエの権利までを買収することができなかった。クラブが、ザ・バレエの権利を取り戻したのは1988年であった。とはいえ、 チャールトンアスレティックがザ・バレーに戻るにはなお難問が積み残されていた。ザ・バレーのスタンドは老朽化が著しく取り壊した上での新規スタンド建設が必要だったのである。クラブはスタンド再建の建築許可を地元自治体であるグリニッチバラに願い出る。ところがグリニッチバラ議会はザ・バレーのスタンド再建に反対した。そこで彼らは ザバレートなる政党を結成し、1990年に行われたグリニッチバラ議会の議員選挙に出馬した。ザバレートのスローガンは、Give us back our home であった。彼らは60議席のうち58議席に候補者を立てて戦い、ザバレートは1万5000票を集め、議会に一定数の議員を送り込むことに成功した。 ザバレーのスタンド再建の可否は1991年に再審議され、4月には許可が下りた。この改修工事の間はブーリングラウンドを曲がり、そして1992年12月5日、チャールトンアスレティックはザバレーを再びホームスタジアムとして使用できるようになった。もちろん、ザバレーの再整備にチャールトンのサポーターたちがボランティアとして結集した。 ことは言うまでもない。ザ・バレエをめぐる物語からもわかるように、チャールトンアスレティックとサポーターの結びつきは、極めて強い。それを象徴するのが、チャールトンアスレティック理事会におけるサポーター、代表理事の存在である。これは1992年に始まった制度で、シーズンチケット購入者による5選で選ばれた人物が、サポーターズディレクターとして、クラブの理事会に議席を得るのである。 現在のサポーターズディレクターは、ベン・ヘイズという人物で、祖父の代からの、アディックだという。1946から47、1999から2 0 0千2011から12、百9 2 8から29万1934から35、なし2020年11月18日、現在インアウト詳細は、カテゴリー、チャールトンアスレティック FC の選手を参照 GK。 DFMFFW, ありがとうございます。